皆さん、はじめまして。私は女優の川村花と言います。この日私は、この番組で私が演じることになる、ある女性について話し合うための打ち合わせにやってきました。その女性とは、坂井泉さん。中に不慮の事故で亡くなり、ファンが悲しみに包まれた時も、私はまだ5歳で、歌は知っていても彼女自身のことは全く知りませんでした。しかも負けないでが大ヒットした頃から、ザードはメディアに全くと言っていいほど出演せず、全国ツアーもたった一度だけ。だから私だけじゃなく、同時代を生きた人たちにとっても、その素顔はミステリアスなままなんだそう。この日、そんな坂井さんを演じると聞かされた私は、楽しみです。とっても、今まだ怖さは感じてないですね。でも、知っていくうちに怖くなっていく気がしてます。こうして私が坂井さんになるために坂井さんを学ぶ、この少し変わったプロジェクトは始まりました。ドラマや映画、最初の打ち合わせから2週間後、あれから毎日ザードの曲を聴いて、本や映像でも彼女について学んだ私が最初に向かったのは、彼女が実際に使用していたレコーディングスタジオ、バードマンウエスト。迎えてくれたのはレコーディングエンジニアの島田雅宏さん。長年坂井さんと共に楽曲制作を行っていた方です。普段はどんな風に坂井さんは過ごしていたんですかね。もうレコーディングが入ったら、もうほとんどずっと歌いっぱなしですね。普段は、ここのカーテン全部閉めちゃうんで、なんか向こうとのコミュニケーションが、なんか、あうんの呼吸というか。彼女は、自分のいるブースト、スタッフのいるコントロールルームをカーテンに遮断。自分一人の世界で、一日中歌い続けていたそうです。自分のある意味責任にかかってますよね。
リーク後、彼女がメディアに出演しなかった最大の理由は、この楽曲制作に全力を注ぎ込むためだったからだそうです。人気アーティストとしてのプレッシャーを背負いながら、ブースの中に一人こもって戦い続けていた酒井さん。でも、そんな彼女を周囲の人はどう思っていたんだろう。その答えを知るために、次に私が話を聞いたのは、小林さゆりさん。マネージャーとして海外ロケにも同行するなど、間近で彼女を見ていた女性です。私が担当した当時は、その負けないでも出て、君がいないとか、揺れる思いとか、もう立て続けにもうトップアーティストの仲間入りしてた時期だったんですけど、事前の情報が初期の、ちょっと革ジャンとか、デニムとか、ちょっとこう暗い感じの写真しかなくて、酒井さん本当に今思うと、スタジオしか行ってなかったから、会社でお見受けすることもなかったんですよ、一回も。だから、明日酒井さんに挨拶してきてって言われても、新人だったんで、わかりましたみたいな感じで、何の不安もなくこう出かけて行ったんですけど、たった一人で。スタジオ入ったら、その撮影中だったんですけど、革ジャンとかデニムの女性なんてどこにもいなくて、ただ一人、ものすっごい綺麗な、その白いセーター着た女性がいて、酒井さんなんだと思って、もうそれで初めてだし、ものすごい緊張してしまって、その美しさに。小林さんが今も大切にしているのが、酒井さんからの手紙。今回特別に見せてくれました。ハートが書いてある。そうそう、酒井さんね、よくね、ハート使う。そうなんですね。酒井さんのお手紙にハートマークが。でもよく読むと、小林さんもやっと意思の疎通ができるようになる。チクッとかあるんですけど、チクリ。こんな風に普段はお茶目な一面もたくさんあったという酒井さん。やっぱりこう縛ってるスタイルがすごく印象的というか、本当に行きますじゃないけど、そういうなんか酒井さんのザードになんかなんて言うんだろう、こう入り込む瞬間っていうか、そういうのはすごいもう印象的です。髪を後ろで一つに束ねるのがザードの酒井泉になるスイッチ。そんな話を聞いていたら、なんか酒井さんに見えてきました。そんな嬉しい。と一つ芝居してて、あ、そう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 、もう本当そのまま笑わないでね。そうだって今ほらザードになるんだもん。なるほど。絶対笑わない。私も。ザードの酒井泉になるための気持ちのスイッチが入った気がしました。